今回もウラン価格急騰で注目が集まるウラン原子力セクターについてトマトちゃんが解説するよ。前回までのおさらいをすると、長期的には22カ国が2050年までに原子力発電容量を3倍にするという目標を立てており、原子力発電がこれから盛り上がっていくよ。さらにウラン価格が5年で4倍、半年でプラス 60% と急騰しているよ。その理由はこれまでの鉱山開発投資不足でウランが足りてないことを説明したよね。今回はどういう投資対象があるか解説するよ。ウラン原子力セクターの各銘柄の事業を理解するために、ウラン鉱山から原子力発電所で燃料として使われるまでの流れを見ていくね。まずは1のウラン鉱山からイエローケーキ U3O8 を生産するの。方法1は ISR とか陰出リーチとか言われる方法で、地下のウランにウランが溶けやすい水溶液を注入してウランを溶解し、それを抽出して U3O8 を作る方法。特徴としてはコストが安いこと。カザフスタンの多くのウラン鉱山はこの方法を使っているの。もう一つはウラン鉱山からウラン鉱物を取り U3O8 を作る方法があるの。いずれもイエローケーキ U3O8 を作るの。これまで見てきたウラン価格とは U3O8 の価格を指しているの。投資する企業の鉱山が ISR かは確認ポイントね。2はコンバージョン転換のプロセス。 U3O8 を6フッ化ウラン UF6 に転換するの。ウラン鉱山とは別の会社が担当することが多いの。例えば非常上のコンバ DYN 社等があるわ。転換ができる会社は限られていそうね。3はエンリッチメント濃縮のプロセスで UF6 を濃縮ウランを作るの。これもウラン鉱山や転換とは別の会社が担当することが多いの。上場企業ではセントラスエナジー、ティッカーシンボル LEU が濃縮のプロセスをするの。4で濃縮ウランをさらに燃料生産のプロセスで燃料集合体 UO2 を作り、これが原子力発電所に運ばれて燃料として使われるの。原子力発電所で燃料として使われるまで多くのプロセスがあるのね。ではウラン原子力セクターの投資先としてどのようなものがあるか見ていきましょう。ついに来たわね。投資動画なのにここまでティッカーすら出てこなかったのでどうなるかと思っていたわ。このままウラン原子力万歳で終わるのかと思っていたわ。そんなことはないよ。我々2人の目的は原子力に関する教養をつけることではなく、ウランで一発大儲けすることよ。ぐひひひ。金が欲しいんじゃ。金が欲しいんじゃ。なんかトマトちゃんのキャラが変わっているわね。まず最初に言っておくと、残念ながら日本の個人投資家にはウランを直接買うことは難しいわ。こんなに価格が上がるならば、本当はイエローケーキ U3O8 を直接買って家の倉庫にでも入れておきたかったわ。頼むからお家に絶対イエローケーキを置いておかないでね。仕方がないので米国株で投資先を考えたわ。原子力ウランに関連する銘柄はいろいろあると思うけど、やはり投資するならば原子力ウラン事業が中心の銘柄に投資したいわ。例えば伊藤忠商事もウランを扱っていると思うけど、ウラン事業自体伊藤忠商事の他の事業に比べると小さなビジネスなの。だからウラン価格が高騰しても伊藤忠商事の
株価への影響は限定的だと思うの。また、原子力発電所に投資することも可能だけど、今回のウラン価格上昇の流れで儲かるところのようには感じないわ。そうね、せっかくならばウラン、原子力が盛り上がったら上がる株に投資したいわね。そこで米国株として投資可能な原子力ウランを中心とした5つのキーワードを考えていくわ。それが書いてある A、B、C、D、E それぞれの代表的な銘柄を見ていくよ。 A は大手総合ウラン会社で日本から投資できるところとしてはキッカーシンボル CCJ キャメココーポレーション。大手で企業規模が大きくウラン鉱山開発を中心に転換や濃縮のプロセスも行っているわ。最近はウェスティングハウスも買収し原子力発電所の建設運転支援にまで手を広げており、ウラン会社というより原子力発電総合支援会社となりつつあるわ。ウラン銘柄というとだいたい CCJ って聞くので一番有名な会社だよね。少し気になるのは2023年9月3日に発表したカナダ鉱山での生産見通しの引き下げかな。生産が順調かはチェックしたいね。 B は新興ウラン鉱山開発会社。日本で買える銘柄としてはキッカーシンボル UEC、NXE、DNN、UUUU、URG、UROY があるわ。 CCJ との一番大きな違いは UUUU を除けばどこもまだ生産を開始していない鉱山開発中の会社なの。ウランを生産ししっかり利益を出している会社に投資したい人でウラン鉱山開発に投資するならばキャメコ社 CCJ 一択なの。まずは NXE、 カナダの鉱山を開発しているの。11月に州政府から開発を進めて良いと承認されたわ。ひえ、売上ゼロなのね。次に UEC、 米国、カナダ、パラグライのウラン鉱山を開発しているわ。借金なしで強いバランスシート現物ウランを持っていて、売上はそれをスポット市場で売却したものだよ。最近スポット価格が上がっているので売却益も大きいわ。生産していないけど黒字なのね。 DNN、 カナダの複数のウラン鉱山を開発しているよ。フェニックスプロジェクトは ISR で低コスト高い IRR が見込まれるわ。 UUUU、 米国で複数のウラン鉱山を開発しているよ。レアアースの開発も手掛けているよ。アリゾナ州、ユタ州ですでに生産開始しており、1年以内にコロラド州、ワイオミング州でも立ち上がる予定なの。年末に CFO が辞任したのが少し気になるわ。生産が開始されており四半期黒字だと少し安心するね。ここからは C、 ウラン濃縮の会社 LEU、 売上 EPS もあるしっかりした会社だよね。濃縮ウランはロシア依存であるため米国政府は危機感を持っており、米国内での生産への政府支援に積極的なの。また次世代原子炉向け燃料であるヘイラーについて米国内で唯一製造可能な企業なの。これも政府支援は積極的。売上がその四半期に納入した濃縮ウランの契約時の価格に依存するため大きく変動するので決算の時に気をつけて。米国政府が本気で支援する気なので政策に売りなしになるのかな。 B についてティッカーシンボルニュースケールパワーコーポレーション。 SMR はスモールモジュラーリアクターの略で、ここでは詳しくは説明しないけど、ポイントは小型で建設できる場所が増え、
建設工期が短く安全性が高い原子炉のことなの。いくつかの国で稼働している SMR もあるけど、新しい基準であるため安全基準やサプライチェーンなど整備は十分ではない課題があるのよ。 SMR ニュースケールは新たな SMR の開発の企業で、研究開発型の会社なので、これまでの銘柄とは全然違う値動きをする小型株だよ。ウラン価格の上昇ではなく、 SMR の盛り上がりに投資するイメージだね。研究開発型企業でキャッシュの消費が激しいので、財務チェックも重要ね。これまでの銘柄とは違うストーリーなのね。最後に E として、 ETF は日本から投資できるのは URA グローバル X ウラニアム ETF があるよ。なんとここまで紹介した銘柄が全て入っているの。2023年12月29日時点のデータで、組入れのトップは CCJ23% で、 CCJ の動きに大きく影響を受けるの。2番目はスプラトフィジカルという、これはウラン現物を保有する ETF。 3番目 NXE。 4番目は KAP というカザフスタンの会社で、米国市場には上場してないの。5番目 UEC。 6番目は豪州上場の PDN。 7番目はロンドン上場の YCA。 8番目 DNN。 日本から投資が難しい国のウラン銘柄もカバーされているのが特徴なの。株価の動きは CCJ やスプラトフィジカルの影響が大きいのか、ボラティリティは CCJ 同様マイルドなの。やはり個別銘柄は個別の事情に株価が大きく影響を受けるので、丸ごと買える ETF も魅力があるわね。さて、3回シリーズでウラン原子力の魅力を見てきたね。もうみんなの脳内は毎日ウランのことばかり考えるようになったよね。私は3度の飯よりウランが好きになったわ。ウラン以外のシリーズが見たいと思ったら、チャンネル登録と評価をしてね。チャンネル登録と評価が私たちのパワーになるの。それじゃまた次回。バイバイ。バイバイ。